夏だけで見られる東京の絶景。これは先月、イギリスの主要メディア、BBC が報道した記事のタイトルです。BBC の報道チームは、夏に多くの祭りが開催される東京を取材するために来たとのことです。祭りで賑わう東京全域を取材していた彼らは、川の向こうから聞こえる轟音に驚いたそうです。音が鳴った方向を向くと、普段見ることのできない光景に見とれてしまったといいます。一体そこで何が起こったのでしょうか。数百年前、人々は悪魔や邪悪な霊を追い払い、邪気を取り除き、新たな始まりと幸運を祈るために、松明に火をつけて大声で歌を歌ったものです。このような昔の伝統は、火薬の発明とともに新たな形で進化しました。松明に火をつける代わりに、竹に火薬を詰めて高く打ち上げ、彼らが大声で歌ったのは火薬の爆発音が変わったのです。現代の花火の歴史はこうして少しずつ全世界に広まり、各地域で独自の特色と伝統を持つようになりました。世界で最も多くの人々が楽しむ花火大会が開催される場所といえば、日本が断然1位になります。1733年、隅田川上で20個の花火を打ち上げたことから始まり、約300年にわたり日本文化の一部を占めてきた重要な要素です。14から15世紀にはすでにヨーロッパや中国などで花火大会が成功していたにもかかわらず、現在では年間15億人の人々が日本の花火祭りを楽しむために訪れ、日本が花火祭りの聖地となった理由はいくつかあります。世界中で花火ショーが人気を博す中で、花火自体が一種の芸術に変化し、特に職人の国である日本では、美しい花火を作るために一生を捧げる人々が多く、彼らの子供たちは家業を継ぎ、全世界が認める美しい花火を打ち上げることができるようになりました。また、各地域ごとに美しい自然景観や独自の特色を持つ文化も、人々の足を引きつける要素となりました。過去数年間、コロナの影響で多くの花火大会が一時的にその輝きを失いましたが、今年を迎えて全国の花火職人たちは世界中の人々に日本の美しい花火を見せるために、忙しく準備を進めています。4年ぶりに開催される日本の花火大会には、BBC や CNN などの世界的なメディアも注目しています。彼らは取材中に川向こうから聞こえる轟音に驚き、その場でしばらく言葉を失ったそうです。
その日葛飾区で開催された花火大会は、数十万人の観光客を動員し、1時間以上にわたってなんと2万発の花火を打ち上げたとのことです。その日取材に出た BBC のレポーター、グレイシーは、本当にたくさんの地元の人々や観光客が花火大会を楽しむために出てきました。葛飾区の美しい自然景観と日本の美しい伝統的な衣装、浴衣を着た人々、そして日本だけで見ることができる素晴らしい花火まで、本当に日本らしい祭りです、と感想を述べました。現在、日本の花火技術は、アメリカ、カナダ、イギリス、ポルトガルなど、世界中の有名な花火祭りに招待されるほどの大きな認知を得ていると言われています。そこに、外国の企業が日本の花火技術を学びたいと直接訪れることも多いそうです。翌日早朝にホテルを出てイギリスに帰国するために出発した取材チームは、再び驚かざるを得ませんでした。それは、数多くの日本人が前日の花火大会で観光客が残したゴミを片付ける様子を目撃したからです。彼女が住んでいたイギリスでは決して見ることができない光景に、彼女はゴミを拾っていた人々にインタビューを行いました。一生懸命ゴミを拾っていた彼らは、本当の祭りの終わりは、自分がいた場所をきれいにすることだと思います、と短く答え、再びゴミを拾い始めました。その後、イギリスに帰国したグレイシーは取材内容をもとに、夏だけで見られる東京の絶景というタイトルの記事を書きました。彼女は記事の最後に、日本人の素晴らしい国民性が祭りを美しく締めくくった、と絶賛しました。音楽、映画、ドラマ、ゲームなど、数多くの文化をリードしている私たちの日本は、ファイアーワークという英語ではなく、花火という日本固有の文化を世界中に示しています。誰かは日本の花火を見て美しさに感嘆し、誰かは日本人の国民性に驚き、そうして日本の花火祭りは、世界中の人々に喜びだけでなく、良い影響力を広げています。今日のビデオはここで終わりにさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。